コメンテーターは商品ジャーナリストの北村森さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。梅雨真っ只中ですね、まあ、今日は ね、あんまり降らないで、雨は降ってないみたいですけれど、ね、梅雨っていうのは、その雨っていうのは夏の水不足を防ぐし、大事なんですよ ね、大事なんですよ、農作物にとっても、でも不快なものは不快なんですよね。そうなんです。今日はね、はい、梅雨を快適に過ごすグッズ何があるか見てみます。はい、何にね、みんな困っているのか、梅雨だと何がちょっとこう辛いことなのか、まずはね、街の声聞いてみたいと思います。はい、街頭インタビュー、梅雨の悩み事って何ですか？電車とかなんかジメジメするじゃないですか、狭い空間で、それとか嫌ですね。靴が濡れちゃうのがやっぱり一番気持ち悪いので気になりますね。湿気で洗濯物が乾かなくて困ってます。肌がちょっとベタベタしてしまうのが嫌だなと思っています。皆さん梅雨のジメジメに苦労されていますね。ということでチェックタイム調べ、梅雨に困ることベスト5はこのような結果に。今日はこんな悩みを解消して快適に過ごせるとっておきのアイテムを大紹介。お悩みその1、靴が濡れる。そんなお悩みを解決してくれるのがシューズラップラベル。雨の日の外出は靴がびしょびしょに。このシューズラップラベルは靴を履いた上から履くというちょっと変わったレインシューズ。どんなに足元が濡れても靴を丸ごとガードしてくれます。お悩みその2、食べ物が傷む。こちらは保冷ランチボックスジェルクール。このジェルクール、上蓋が保冷剤になっていて、蓋を冷やして使うとしっかりと中の食材を保冷してくれます。室温およそ25度で普通のお弁当箱に入れたご飯の温度は25度、ジェルクールに入れたご飯の温度は19度。食べ物が傷みやすいこの時期にぴったり。お悩みその3、洋服が湿ってシワシワに。そんな時はスチームアイロンを使いましょう。こちらのパナソニックのコードレススチームアイロンは前面からスチームが出るので、服をハンガーラックにかけたまま素早くシワを取ることができます。パリッとした服でリフレッシュできますね。お悩みその4、足が濡れる。またまた足元のお悩み。一日中長靴などを履いていると足の蒸れが気になる。そんな時はこの足指サラサラクリーム。靴を履く前に足の指に塗り込むと汗のベタつきや匂いなどを抑えてくれる足用消臭制汗剤クリーム。さっと塗れるスティックタイプもありますよ。悩みその5、自分の傘がわからない。どれが自分の傘かわからないという経験ありませんか？このアンブレラグリッパーを使えば問題解決。傘の絵につけるだけで自分だけのおしゃれな傘に大変身。他の人の傘と混ざっても自分の傘だと一目瞭然。デザインもいろいろあるので雨の日の気分転換にいろいろ付け替えて楽しめますね。まだまだ続く梅雨、とっておきのグッズを使ってみてはいかがですか？はい、こちらに、VTR で紹介されていた商品あるんですが、
面白いですね、うん、いろいろどれ気になりました。いやまずこれの発想がすごいなと思いました靴の上からかぶしちゃえっていうことですよ ね長靴ではなくて。そう長靴じゃないです。結構ねこれほらそこもねしっかりした作りの職人さんの足袋みたいな感じ。あ足袋そうですね、そうですね、シーブーツみたいな素材でできてるんですけれど、まあ、これかぶせたら長靴に見えるし、その会社に着いてからはヒールが履けるという。そう割とぺったんこだから歩きやすいんじゃないかと思うんですね。そうですね。男性だともう革靴でね、なんとかもうしのいじゃいっていうのあるけど、女性の方結構ね、そうなんです。特にやっぱ女性って甲が出てる靴をね履かれることってきっと多いから、はい、れ梅雨時期にもうひどいのすごく重宝しそうですよね。甲、はい、があってそれで雨濡れちゃうとジグジグしちゃうっていうことでこの商品なんですね。足指サラサラクリームって、はいはい、これもう今男性向けで制汗剤っていうのはね結構市場伸びてるんだけど、はい、さらにこのシリーズってのは男性向けでこの5年で30倍以上になったっていう。要するにこう直接塗り込むことで指に塗ってそれで蒸れないほら嫌な匂いとかしないっていうのは、うん、要するにエチケット商品でもあるし自分も不愉快な感じにならないっていう、はい、ですよね。やっぱりね、はい、雨だと濡れるといろんなところに座って、ね、で服なんですやっぱり気になるのがもう一つは、ね、靴と服、ねうん、パナソニックの、ねはい、商品なんですよ。これシュッて、ね、やってみましょうか、これ要するにハンガーにかけたままシュッてやってみましょう。ほらこれでほらおー来た来た。これでなるほどね、縦でも使えるしっていうことなんですね。これパナソニックの商品なんですけど、これでやると要するにスーツって一時かけるとどっかに塩が寄ったりするんだけど、うん、要するに楽にかけたまま塩はとりあえずこの辺だったりもこの辺だったりシワシワになってると僕らここ袖のこの肘のところってなりますよね。結構肘とこことそうそうそうあと本当に椅子座ると背中ですね。背中とでもそこをなんとかしようという部分的にでもねこれですぐ直せるシュッシュッというのは便利ですね。はい、そして皆さんお弁当は持ち歩いてますか。これ私はお弁当持ってくんですが、清水さんお弁当派、やっぱり部屋の中暑いので、はい、まあ、保冷バッグに保冷剤入れていて、で特にやっぱり夏になるともうそれでも無理なので持ってかなかったんですけど、まあ、これがあれば、はい、もう蓋の部分に触ってもらえば分かると思うんですけど冷たいんです。ああもう、うん、これだったら夏も持ってきますね、はい、一晩冷凍庫で冷やしておけば、まあそう蓋それで最後に蓋をこの閉めていけば、まあ、3、4 時間は持ちますねと。これね実は、ね、大学ベンチャーなんです作ってるのは。でね、そうなんです。でね、もう今もうね、50万個超えたっていうんですね。結構なヒット商品になって、デザインが遮断なのも。北大は結構いろいろな商品出してて有名ですよね。そうそうそう頑張ってるんですね。もうこれデザインも遮断するのか清水さん。ね、似合いそうな感じ、ね、愛妻弁当で共済弁当で共済を作ってくれませんから、ね、愛妻弁当です。そして最後やっぱり悩みどころなんですね。これですね。そう 使い捨て傘っていうかこうだとビニール傘にね、いわゆるビニール傘ってやつだと、本当にどれかわからない、はい、これかぶせちゃえばまあわかるし間違いないし、まあ、デザイン的にも楽しいねという感じでこれだけ出てる。私傘のこのカバーが売られていることはちょっと知ってたんですけど、うん、いつも思うのがここの部分にちょっとゴムの滑り止めをちょっとつけてほしいなと。テーブルにこうやって引っ掛けた時につるんっていっちゃう。そうなんです。何かこう出す時とかにこう、うん、財布出す時かなんかにパッとかけられるといいなと。どこでもね、はい、銀行の ATM とか。そうなんです。せっかくこんなカバーがあるから、うん、ビジネスチャンスじゃないですか。あったさんどうですかビジネスぜひどこかで作っていただければと、はい、思います。やっぱりねこうやってマイナスをゼロにするだけじゃなくて一気に楽しいところまで持ってってくれる商品ってね、やっぱり ねすごくポイントが高いんじゃないかなと思います、はい、北村さん来週もよろしくお願いします。ありがとうございます。以上今日の特集ランキングチェックでした。